漫画できた。おお、見せてくれ。今日は転校生が来ました。こんにちは、僕のお名前はこち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 ふざけるな、怒られちゃった。やばいやつが来た。夏休みの1週間もさ、早いのにさ、うん、学校の1週間長いのなぜ。今日はタコライスを作ります。できました。人参のしりしりと、あとタコライスは各自で自分のお皿に盛り付けてもらうスタイルです。でこっちはなんだ、チーズソースで、これは沖縄のジーマミー豆腐、これはね初めて食べます。盛り付けるとねこんな感じです。今日は沖縄料理、豆腐ってどっち側に並べるのが正解なんやろ。あっちはまだか。ほとんどプリンみたい。うん。ああ、ええ、かけるの。そうなの。これ別にタコライスにかけるわけじゃない。これじゃないじゃない。うん、別。かけるかと思ってた。いや、全然別。すごい、めっちゃ粘り気があるし、ちょっと言ってくれない。タコライスで全然タコ入ってないよね。タコス。ベベとさ、まだ結婚する前に沖縄行って、空港でタコス、タコライス食べて。入ってないじゃん。プールでプロポーズされたんやったっけ。うわ、後ろ後ろ。うわ、痛い痛い。うわ、うん。あ、しょ、あとでさ、マリンシューズ履いてくれる。うん。入るかどうか。うん。でも今日、セミナーの鳴き声で起こされたんやね。すごったよね、さ。うん。うわあのさ、オペペ、うん、ちょっと緊急で話があるんだけど。なんそれ、緊急って。うちのお父さんがさ、川から落ちたらしくってさ、2メートルぐらいある川から落ちたらしくって、大腿骨を骨折したらしいったいね、うん、それで今病院の方に入院するっていうことで病院の方に救急車で運ばれたんよ。ほんでお母さんも一緒についていっとうらしいんやけど、もう救急車で行ってるもんで、お母さんが病院から帰れないで、入院の支度とかもできないから、とりあえず私が迎えに行って、ちょっといろいろとしなくちゃいけないっていうことで。あれ、一応命に別状っていうか、ちゃんと大丈夫な感じなのかね。うん、見てた結構ある。
お母さんの声のトーンだと命に別状がある感じではなかったけど、うんうん、まあ、別に意識がなくないないとかそういうわけではないってことね。うん、それは、うん、そんなことはないと思う、うん、というわけでちょっとよろしくお願いします。夜は、うん、うん、今日さ、つっちゃん今そっち行ってるやん。うん、でさ、今日ちょっとね、タクさんのお父さんがいらっしゃって入院したいんで、うん、で、あっちゃんも俺と、まあなんか、お前ちゃんぽんからか作るけん、それで、うん、なんとかなるけん。に関わるとかそんな深刻なことはねないと思うんですけど、あでもね、うちのお父さんはもう年齢が年齢なんでね、やっぱりちょっと考えはしますね。怪我したよ、入院だよって聞いた時はへってなったし、やっぱいつ何がどうなるかわからないんで、やっぱね、親孝行を知っておかないといけないですよね。病院に着きました。お母さんがね、一応駐車場まで来るっていう話だったんですけど。あれ、もう入れん感じ？いや、お父さんの様子見たかったけど、もう入れん感じかね。もう閉まっちゃおう。どこおるかわからん。え、どこおるかわからんって。なんで、病室があるやろ。病室が決まったらあんたら。あ、そうなん。じゃあ今日会えんってこと？うん。あ、そうなんだ。あっちから入ると思うよ。このとこ入るとこある。うん。あっこどうやって出るの？ん？あそこでお金払うじゃない？でもなんかデパートのがあるやん。デパートの？うん。あ、じゃあお金払わんと出せんってこと？知らん。あ、そういうシステム。うん。知らん、ここ入ったことないから。よし、じゃあ無事に、はい、無事にし、で、こう、無事に、我が家で無事に出庫できましたので行きます。これ、回っとるの？回っとる、回っとる。もう、ありのままでいい。こっちから行ける？どっちから行けるの？いや、わからん、初めてやもん、ここ。これ出れるとこあるかね？ここ出れるかね？うん。で、そこから出て。お父さんの状態は大丈夫な？いや、それはね、うん、いや、あと左やったかな、左足か右足やったか、どっちだったかな、うん、大腿骨骨折、あと人工関節になるの。え？なんて？人工関節。え、なんそれ？だから重症なんだ、つまり重症。え、やばいや。やばいや。え、大丈夫なの？そんな。大丈夫じゃないの。え？結構かかるんや。じゃあ何日か入院するってこと？長くて3ヶ月。めっちゃやばいやん。短くて1ヶ月半。電話のさ、声のトーンとか全然そんな感じじゃなかったやん。もうまたやった場合ぐらいのさ。ちょっと。参ったな。意識とか命。ああ、頭打ってないからね。命に別状があるわけじゃない。命には別状があって、ただ今保険でじっとしてる。片方なんてよかった。ねえ、私は今から帰ってお父さんの、入院の着替えとかなんてらかんてらを準備して、うん、そしてまたお父さんの声かけて。今日中には入院する病室とか分かるかね。うん、さっきまで分からなかった。でお父さんに会えるかなと思ったけど会えんかったです。ああ、お父さんの気が落ちてないと言っちゃうけどね。心配なのはそのさ、そんなにね、長く入院しとったらね、うん、ちょっと心配は心配よね。そうやね、ちょっと心配やね。うん、ね、あっちゃんたち連れて行って、うん、励ましてもらった方がお父さん的にはいいよ。そうやろうね、ちょっと夏休みやけ連れて行こうかね。よいしょ、いただきます。ママから聞いた？うん。なんでオッケーベゾン？あっち二人かって。聞いてない。ね、なんかね、高橋じいじはなんかね、川に落ちて怪我したらしいよ。え、
まあ、多分まあ大丈夫だと思うけど、入院することになって、うん、今ママが、ニコババと一緒に病院に行ってると、すっちゃんはさ、もともと今日、ママんちに行っておけん、こちら二人だけ。2メートルの高さがあるわけじゃんけど、でも、大腿骨、ひどく救急車で運ばれて、大変やったらしい。なんで落ちたの？なんでだろうね、ちょっと詳しいのはまだ聞いてないけど、2メートルって怖いよな、結構高いの。まあ、入院長引きそうだったら、お見舞いに行ったりね、別にちょっと顔見せてあげたら喜ぶと思うよ。こちらね、私の実家でございます。はい、あ、でも実家移すの初めてかもしれない。中移したらダメ。あ、そう、 NG でした。じゃあここで待っとる。お弁当箱にするには大きすぎるな。お手料理でも作ってるかな。うーん、私の力で使いこなせるでしょうか。おめめ、おかえり。どうやった？3ヶ月入院って。3ヶ月どう？なんか大変そうだった？大変だよ。そっか。大丈夫なの？いや、3ヶ月入院やけん大丈夫ではないよね。まあ、とにかくちょっとじいじがね、気落ちしたらいかんので、あっちゃん、一緒にお見舞いに行きましょう。励ましてあげよう。風船で今ね、やばい顔になってるよ。クレイ、すごっ。クレイはいとこちゃんが描いたっていう顔とすっちゃんとの合作。うん、何してる？なんか体動かしないと落ち着かない。